噛みつけの少なまろは、奈良時代の官人。聖はアソン。一回は、外十五位下。商務長の人気五年外くらいの対象外であった、中央官人に対しても外五位の上位が行われた際、少なまろは、十六位下から四回昇進して、外十五位下に除せられる。翌人気六年の長屋王の変に連座し、 長屋王と医師を通じていた7人のうちの1人とされ、他の6人と共に留在日をせられている。13年後の天平14年本位に服した。長屋王の名前は開封層にも現れており、文化人との交流が多いことでも知られているが、少なまろうとは、どのような関係にあったのか、明確ではない。ただ人記念館の除遺記事に現れる、外15位下の16人のメンバーは、 藤原氏の与党がほとんどで、長屋王の包囲網の形成に関与していたと思われる。しかし、十分な役割を果たすことができずに消えていったものも、おり、少なまろはその中の一人であった可能性がある。少なまろが福井できた、直接の理由については、触れられていないが、天平九年の藤原四兄弟と関係者の多数の、死去による、政権上層部の人材不足、 次期政権の主犯が立花処刑に交代したこと、藤原博次の乱で藤原氏の発言力が低下したことが考えられる。以後、同様の事例が多数発生するが、官僚制度の前身的整備により、市政制度的な曖昧なものではなく、法制的、機械的な対応が可能になったことも想定される。この事件の名誉回復の後、少なまろが異界を上昇させた。 あるいは福井に見合う民間の記事が存在しておらず、中央の阿蘇生の噛み付けの氏の同性が資料上に全く現れていない。代わって、天平商法2年3月の田辺南馬などの噛み付けの君生への改め姿勢、天平商法5年と天平神後3年における上野国に関係するの他の氏族への噛み付けの複製氏や同天平神後3年と、 神語慶運3年には、君小部氏の噛み付けの複製詩への改正などが行われ、噛み付の氏の範囲が拡大されている。これらのことは養老4年の道のくあぜち、噛みけの広人殺害事件とともに、長屋王の変による、本来の噛み付けの氏の没落が顕著になってきていることを指し示している。俗に本気による。ありがとうございます。